ミカリバーは、関東地方に伝わる一つ目の老婆の妖怪。千人都市営宅が、温古年中行事。2月8日に目かごをつけた竿を立てる様子が描かれている。神奈川県横浜市、川崎市、千葉県、東京都などで、旧暦の12月8日または2月8日に人家を訪れ、身や人間の目を借りて行ってしまうという。一つ目小僧と共に家を訪れるとも言う。 ミカリバーを避けるには、家の角口に、カゴやザルを出したり、目カゴを竿の先につけて、家の胸に立てておくと良いとされる。これは、一つ目のミカリバーが、目のたくさんあるものを苦手とするためと言われている。横浜市港北区、鳥山町浦の宿では、欲張りなミカリバーが土に落ちた米粒までをも拾いに、やってきて、口にくわえた火で火事を起こすという。これを避けるため、 12月1日に庭に落ちこぼれた米で、都城団子という団子を作り、もう拾う米はないという意味で戸口に刺しておく風習がある。旧暦の12月8日や2月8日は、民族行事のこと8日にあたり、かつては物意味として仕事をせず、家にこもっている地方が多かった。千葉県南部では、旧暦11月26日から約10日間を、見変わり、または、 みかりという物意味の期間として、夜の外出や山に入ることを意味、家の中での大きな音、転倒、血発、入浴などを避けて静かに過ごす。関東ではないが、兵庫県の西宮神社や徳島県鬼頭村でも、祭りの前の物意味を、ミカリと呼ぶ。このように祭事のための家こもりや物意味が、化け物が現れるから、家にこもると解釈されるようになり、 その化け物がミカリバーや一つ目小僧と解釈されたと考えられている。また、ミカリは祭事にあたって通常とは異なる状態を持って物意味に服すことを意味するミカワリが由来とも言われる。ありがとうございます。